説明その2、推薦型選抜及び面接試験の概要について説明をいたします。はいえー、さまざまな選抜がありますが、えー、この、えー、その2では、ですね、まず推薦型選抜についての、えー、概要をご説明いたします、えー。この推薦型選抜には面接試験というのがございますが、 その他、ですね特待生選抜や総合型選抜にも面接というのがありますのでこれらの面接に共通したようなポイント、こういうのを推薦型選抜の説明の後にお話をいたします、はい、ではまず推薦型選抜の方から説明をいたします本学でいう推薦というのは学校推薦型選抜の指定構成というタイプになります ま、本学が指定する学校を2023年3月に卒業見込みの方が対象になります。えー、ま、その他出願資格このような形になっておりますが次のスライドでですね。あの表にまとめておりますので、そちらを見ながら説明していこうと思います。 はい、こんな方におすすめということですが、えー、まあ、推薦という形ですので、東京富士大学にぜひ入学したいという入学意欲が高い方にま向いている選抜ということになります。えー、まあ選願ですね。あの合格した場合には入学を確約していただくというタイプのあの選抜になりますので、本学に入学したいという方に向いている選抜ということになります。 それから学校生活を通じて学力の3要素の醸成に励みバランスよく身につけた方、えー、学力の3要素っていうのはこちらです知識技能思考力判断力表現力等の能力主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度を、えー、学力の3要素と呼んでいます、まあ、これ勉強していく上で必要な、えー、要素と、えー、考えているものです 知識、技能が得意ですとか、これ、すごく頑張りましたという方は、筆記試験みたいなものが得意な方が多いかもしれません。あとは主体性を持って多様な人々と共同して学ぶ態度という場合は、例えば文化祭の出し物とか、あるいは生徒会とか部活動とか、なんかそういうのを頑張りましたなんていう人がいらっしゃるかもしれません。 そういう場合は総合型選抜なんていうのが向いてるのかもしれません。えーまあ、ファイルの1、その1の方でですね自分に向いた自分の長所をです、ね、アピールできる選抜を選んでほしいというお話をしましたがこの学校推薦型選抜の場合には高校生活を通じて こういうい学力の3要素をバランスよく身につけるように高校生活を送ってきましたという方が向いている選抜になるかもしれません勉強も頑張りましたよとそれから、えーまあ、クラスの出し物とかですねなんかそういうのもみんなで協力して頑張りましたとか。 何か発表会とかですね、表現力とかいうのがありますが、そういうところでも頑張りましたよとか、まあ、こういうことを高校生活で身につけてきました、あるいは身につけるために努力してきましたよという方が、学校推薦型選抜に向いている方と言えるかもしれません。学校の推薦枠が取れるパターンというのがありますが、まあ、これ、指定構成ですので、 学校の方から校長先生に推薦していただく必要がありますので、まあ、高校ごとに条件がありますが、それをクリアしている方ということになります。まあ、今言ったのが注意点の一つ目ですが、いわゆる標定平均というのの基準を設けておりますので、高校の方でご確認いただければと思います。 それから出席の条件ですね、3年間とか、まあ、受験までのこれまでの欠席が通算15回までという条件になっております。ちょっと一個飛ばしてその他ですが、人間社会や企業経営の新しい動向や変化に対する興味を面接で確認をいたします。 本学あの経営学部ですので、こういうですね企業経営の新しい動向や変化について、興味を持っていてほしいということで、面接でですねこういうことを確認いたします。まあ、こういうことを面接でどう確認するのかということは、事前面談の際に細かくお話しする予定です。こういうの、アドミッションポリシーというところに書いてあるんですが、まあ、本学のアドミッションポリシー、こういう内容ですよとかですね。 それに即して、まあ、こんなことに関して面接でこんなふうに質問しますよなんてことを事前面談のところでお話ししたりいたします。そこで学校推薦型選抜を受験される方はですね必ず事前面談を受けて、本学の教職員とですすね面談をするようにしてください遠方の方は大学まで来るのが大変という方もいらっしゃると思いますので、その場合はですねウェブでも可能です。 面接えっと、失礼学校推薦型選抜の評価の対象となるものは、提出いただく書類と面接、これらの結果をですね総合的に評価して判断をしていきます。試験日は,ー失礼試験日は11月の19日となっています。検定料は3万円です。 ただしですね、えっと、検定料の免除制度というのがありまして、えー、ファイルの1で説明しました特待生選抜を受験した方で、まあ、結果がちょっと残念な、えー、結果になってしまったという方が対象になりますが、えー、この方が特待生選抜を受験して、えー、結果が、えー、不合格となってしまった場合。 に学校推薦型選抜を再受験する際には検定料が不要となるとこういう制度があります特待生選抜というのは優秀な学生を選抜しましょうという入試、えー、ですし特待生に選ばれますと奨学金が出ます 学校推薦型選抜を受験しようと思われている方で、特待生選抜の出願要件を満たす方は、ぜひですね、ファイル1、その1か、どこかその1の特待選抜のところもちょっと見ていただいて、出願をですね検討してみていただければなと思います。提出書類の中には、調査書、推薦書、将来計画書っていうのがありますす、まあ、その他ですねあります。 将来計画書というのは大学入学後の学習計画や、えー、卒業後の進路について400字程度でまとめてもらうものになります。それでは面接についてのお話をしていこうと思います。えー まあ今前半部分で推薦型選抜のお話をしてきましたが推薦型選抜のほかにも総合型選抜や特待生選抜でも面接試験がありますのでこれら3つの選抜で行われる面接試験に共通するポイントからです、ね、まずお話をしていこうと思います。面面接接の方法ですが面接は 受験生1人に対して面接官2人という体制で行います。時間はおよそ15分から20分程度です。質問例ですが、えーまあ、志望動機であるとか、高校時代に力を入れたこと、えー、大学で勉強したいこと、えー、将来何になりたいかとか、あるいは、 えーまあ、課題を出してもらったりとか、将来計画書とか、ですねあの志願者本人がこう書いて提出するものなどがありますので、そういうものなどについての、えー、質疑などが行われます。えっと、志望動機ですね、これ、必ず一番最初に聞くことになってますので、えー、用意をしておいてください。面接の初めに、ですね、えー、まず初めに本学を志望した動機をお聞かせください。 この質問から面接が始まりますので、必ずこの志望動機を用意しておいてください。ここ、まあ、挙げた質問っていうのは、まあ、大体そんなことを聞かれるだろうなと、皆さんもお考えのものだと思います。ただですね、ちょっとポイントを一つ、せっかく動画を見ていただいてますので、お教えしようかと思います。これですね、理想としては、やはり、 一貫している連続しているというんでしょうかね、回答になっていることが評価としては望ましいということになります。たまにですね、面接していると、これらの答えがバラバラになっちゃってる人がいるんですけれども、やはりこう一貫した筋の通った形で説明されると、この人は本学に対する。 入学意欲高い人だと、計画勉強したいと思っている人だなっていうことが、えー、評価されると、えー、しやされやすいと、えー、言えるかと思います。えー、っと、まあ、志望動機っていうのは、えー、基本的には、えー、まずまあ今言ったような東京富士大学に入学したいんだというまあ、意欲をしっかりと伝えることですね。 あと、本学は経営学部ですので、経営学を勉強したいんだ、あるいは学科でいうと、経営学科やイベントプロデュース学科というのがありますので、その学科で勉強したいんだという意欲を伝えるということが大事になってきます。でその際に、ですねこれら連続していることが望ましいですよということですが、ここにアドミッションポリシー、今さっきちょっと飛ばして、ここだけ読みませんでしたが、 アドミッションポリシーに即した入学者であるかどうかということを、面接官は確認しています。この面接のところからご覧になっている方は、初めての言葉になりますが、学力の3要素っていうのが、このアドミッションポリシーの中に記載されています。推薦型選抜のところで少し触れておりますので、ちょっとそちらの方もね、見ていただければと思いますが。 学力の3要素というのは知識、技能、それから思考力、判断力、表現力等の能力、それと、えー、多様な人と共同して働くことができる、えー、態度、能力と、こういうのを学力の3要素といいまして、勉強していく上で必要な能力と、えー、本学では、ね、考えております。これらがあるかどうかというのが、えー、入試などでは重視されることになるんですが、まあ、これらが連続して、 ちゃんと考えられてますかというのはその中の1つですね思考力、判断力、表現力などにも関係してくることと言えると思います。具体的に言いますと、えー、例えば高校時代に力を入れたこと、まあ、高校時代だけに限定しなくてもいいんですがこれまでに力を入れて頑張ってきたことということから自分の長所とかね、えー、なんかそういうものを分析する自分はこういうのが得意だ。 だから、これですね、将来、こんな風になりたいんだ、こういうふうに働ければいいなと思ってますよ、連続しますよね。で、そこからまた、将来、こういうふうに働きたい、こうなりたいためには、こういう知識であるとか、経験とかが必要になってくる。だから、大学では計画を勉強したいんだっていう話になると、これら、 連続してですねこの3つが連続して志望動機にこうつながってくることになります。経営学を勉強できる大学って、えー、たくさんあるんですね。その中で何で東京富士大学を選んでくれたのか、これもやはりですね志望動機を、えー、説明していく上では大事なポイントにもなります。えー、ぜひですねオープンンキャンパスに来ていただいたただり、えー 大学案内とかをですね、ご覧いただいたりして、本学の教育プログラムの特徴というんですかね、力を入れていることなどを見ていただいて、皆さんが将来やりたいこと、そのために必要な知識であるとか、能力、経験、こういうものに、本学が提供している、力を入れているプログラムが何かお役に立てることがあるかどうかですね、これを見ていただく。そこがもしつながれば、 今の話がこういうことに力を入れてて自分はこういうのが得意だと思うだから将来もそういう仕事に就きたいと思うそのためにはこういう能力軽減が必要で東京富士大学ではこういうことが学べる他大学にないこういう特徴があるだから東京富士大学にしたいんだと話をしてくると先ほどの思考力判断力表現力あこういう力のある方なんだなとそして、えー 経営学に関する学習意欲、東京富士大学に関する入学意欲が高い方なんだなという評価につながってくるということですね。もう一つ、あのあでこの上の質問というのもすべてアドミッションポリシーに即した入学者であるかを見ているものであ,りあるんですけれども。えーまあ それ以外にもですね、アドミッションポリシーに関係しているかどうかというのを適宜見ますよというのが、まあ、その他のところの話になります。具体的にアドミッションポリシーというのは、学生募集要項というものの中に書いてあります。ちょっとちっちゃい字でね、たくさん書いてあるんですが、ぜひ受験の前には一通り目を通していただいて、どういうことが書いてあるのかを見ていただければと思います。 あただしあの、難しいなと、多分今思われたと思います。えー、難しいんです。そこで、えー、東京富士大学はですね、あの模擬面接であるとか、あるいはこういうことをお話ししようかな、なんて思っていることを皆さんに言っていただいて、でそれを伺って、アドバイスをしたりとか、いうことをします。えーっと 平日に行っているです、ね、高学校、えっと、高科学キャンパス見学会というのがありまして、そこでですね、えー、アドバイスをしたりいたしますので、ぜひあの申し込みなどしていただければと思います。ただ、こちらですね、出願期間が来てしまうと、えー、そういうことができなくなってしまいますので、早めに出願をする前に、えー、準備をして、ですね、えー、申し込みなどしていただければと思います。 はいその放課後キャンパス見学会です平日の9時から4時まで行っています、えーまあ、説明などでわからないことや不安なこととかですねありましたらお申し込みくださいでこのファイルの2では総合型選抜をお話ししてませんが、えーまあ、総合型選抜には課題というのがありまして、まあ、その課題の作成であるとかあるいは先ほどお話しした面接ですねこちらの対,対策などのお手伝いをいたします はい、希望の方は、本学ホームページの中に受験生応援サイトというのがありまして、その下の方にお問い合わせフォームというのがありますので、こちらの方からお申し込みいただければと思います。あるいは電話とかメールでも結構ですので、何か分からないことがありましたら、あのお問い合わせ、あるいはアドバイス等のお申し込みとかです、ね、していただければと思います、はい、それでではファイルのに以上で終わります。